はい、望月凛です。今回は340万部のベストセラー作家である千田拓也さんの書かれた人は恋愛でこそ磨かれる、恋から愛に進化を遂げたいあなたにを解説していきます。この本は一言で言うと恋愛との向き合い方を教えてくれる本だ。お、恋愛との向き合い方か。失恋したばかりの俺にぴったりの内容ですね。なんだ、お前また振られたのか。はい、思い返してみるとどうして喧嘩した時に謝れなかったのかなとか、なんでちゃんと気持ちを伝えなかったんだろうっていう後悔だらけで、つくづく不器用な自分が嫌になりますよ。やっぱ俺には恋愛は難しいんですかね。まあそう落ち込むな。不器用だということはお前が本気で恋愛と向き合っているということでもある。え？どんなにクールでスマートに見える人でも本気で人を好きになれば全ての人は不器用になる。だから不器用な自分を恥じる必要は全くない。なるほど、そういうもんですか。この本ではそんな恋愛に迷える人に向けた実践的で前向きになれる様々なアドバイスやモテるための考え方が分かりやすく解説されている。おお、ぜひ知りたいです。今回の授業を受ければそんな恋愛との向き合い方を知ることで前向きに恋愛できるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は結局人を好きになるしかないだな。失恋して落ち込むのはもう嫌だという人もいるだろう。そりゃそうですよ。もう失恋で落ち込みたくないです。だが失恋して落ち込むというのは人類共通の経験だ。失恋して落ち込んでいる人は失恋さえできなくてぼーっと退屈な人生を過ごしてきた過去の自分と比べてみるといい。ずいぶん贅沢なことで落ち込めるようになったと思うはずだ。まあそれもそうかもしれませんが、結局失恋で落ち込んだところから元気になるためには人を好きになる以外に方法はない。人は人を好きになることによって落ち込むが、人を好きになることによってしか元気になることはできないんだ。そうなんですか。ああ、そもそも恋愛して落ち込むのは健全なことなのでどんどん落ち込めばいい。それで落ち込むのに疲れてきたらまた前を向いてぼちぼち歩き出すことだ。そうやってゆっくりでも前を向いて歩いていると同じように前を向いて歩いている人にまた出会うことができる。そしてまた好きな人が現れるというわけだ。そう考えると人生というのもなかなか捨てたもんじゃないと思わないか。確かに失恋するとこの苦しみが永遠に続くんじゃないかって思ったりしますけど、次の恋愛が始まるとまた幸せな気持ちになったりしますもんね。次は自分から先に嫌わないだな。自分に自信がないという人はどうも自分から先に相手を嫌ってしまう傾向が強い。どういうことですか。どうせ自分はモテないという強い劣等感から被害妄想を抱きやすくなり、周りの異性が自分のことを嫌っているんじゃないか、ブスだと思われているんじゃないかと疑心暗鬼になってしまうんだ。それはめっちゃわかります。そして自分が嫌われているという思いから目を背けるために自己防衛として自分が嫌われたんじゃなくて自分から嫌ったと思い込むんだ。なんか聞いてて辛い。実際に街を歩いてカップルを観察してみるとわかるが、みんながみんな美男美女カップルというわけじゃない。お前もなんであんな可愛い子があんな男とみたいなことを思ったことがあるだろう。確かにありますね。見た目にしても確かにイケメンや美女はモテるかもしれないが、見た目なんて全然気にしないという層も間違いなく存在する。中にはイケメンではなくお前のような地味なタイプが好きだという子だっているはずだ。地味って、まあ地味ですけど。つまり勝手な思い込みで被害妄想を抱き、自分から先に嫌うことによって素敵な出会いを自ら捨てていたということだ。なるほど、それはもったいないですね。モテないという結果には必ず原因がある。そしてその原因はいつも自分が作り出しているんだと認識するのが重要だぞ。わかりました。次は沈黙を恐れて無理に喋らないだな。モテない人の特徴として沈黙に耐えられないというものがある。沈黙？相手と会話が途切れてしまうとどうしよう、なんか話さなきゃと不安になり、ついどうでもいいことを口走ってしまうんだ。確かに。でも沈黙って気まずくないですか。極端な話、世の中には言わなくてはいけないことと言ってはいけないことしか存在しない。そして言ってはいけないことのほとんどは沈黙に耐えられないのが原因で、つい口を滑らせてしまったことが発端になるんだ。なるほど。会話による恋愛トラブルというのは
言葉足らずが原因というよりも、話しすぎがトラブルの原因になることが圧倒的に多いんだ。そう言われてみると、確かに過去、言わなくていいことを言ってしまったのが原因で、彼女と喧嘩になっちゃったことが多々ありますね。沈黙が怖いという気持ちはわかるが、言ってはいけないことを口走る恐怖と比べたら、どうということはない。コミュニケーションは何も話すことが全てじゃない。モテる人たちというのは、沈黙の時間もアイコンタクトをしたり、話さないコミュニケーションを上手に取っているものなんだ。そうか、無理に喋って間を持たせようと思わなくてよかったんですね。次は、口下手はいいが、聞き下手はアウトだな。コミュニケーションに苦手意識を持っている人は少なくない。はい、俺も苦手です。なんかうまく話せないんですよね。実際話し方や聞き方に関する本もいっぱい出ていて売れている。だがモテることに関して言えば、口下手はそこまで気にしなくていい。でもやっぱ話が上手い方がモテるんじゃないですか。まあ話すのが下手より上手な方がいいというのは確かにそうかもしれないが、だからといって話が上手ければモテるというものでもないんだ。いくら話が上手くても聞き下手だとモテない。え、そうなんですか。ああ、多くの男性は自分の自慢話を人に聞いてもらいたいという欲求を持っているし、多くの女性は愚痴や自分の気持ちを誰かに聞いてもらいたいと思っている。とにかく人間というのは自分の話を聞いてもらいたい生き物なんだ。ふむふむ。だからひたすらマシンガンのように自分のことを面白おかしくペラペラ喋る人よりも、黙ってうんうんうなずきながら話を聞いてくれる人の方が求められている。つまりモテるということだ。おお、なるほど。ポイントは、たとえそれがツッコミどころ満載の自慢話だったとしても、話の腰を折ったり突っ込まずに最後までちゃんと聞くことだ。それだけでモテる力がアップするぞ。おお、ちょっと意識してみます。次は、振られてももう一度告白していいだな。ところでお前は勇気を振り絞って告白したのに振られてしまったことはあるか。告白して振られたことですか。そりゃもちろんありますよ。おお、やるじゃないか。好きな相手にちゃんと告白するというのはとても勇気のいることだ。だから人生で振られる経験をするというのは素晴らしいことだぞ。そうですか。でもなんかそうやって褒められても複雑というか。ちなみに振られた時お前はどうしてるんだ。そりゃ振られたら諦めるしかないので、その時はひたすら落ち込んでますけど。そうか。だがどうしても諦められないような相手なら、しばらく時間を置いてからもう一度告白するというのも手だぞ。え？よほど嫌いな相手やストーカーは別として、多くの人は告白されると素直に嬉しいと感じるものだ。ふむふむ。仮に最初は振ったとしても、告白された瞬間からその相手に興味が湧いてくることも少なくない。もし告白しなければ興味すら持ってもらえないことを考えると、やはり告白はしておいた方がいい。そして2度目の告白は想像しているよりはるかにうまくいく可能性が高いものなんだ。ああ、そうだったんですか。でも言われてみれば、確かにメンタル強い友達がいて、好きな人に何度もアタックして振られてを繰り返して最終的に付き合えたりしてました。ああ、一度振られただけで諦めるというのはもったいないぞ。次は、逆ギレしてるとブスになるだな。ここ最近男女関係なく急増中なのが逆ギレだ。逆ギレですか。ああ、自分のミスなのに周りのせいにしてキレ散らかしたり、自分が遅刻しておいてそれを注意されると、それくらいで怒らないでよと機嫌を悪くしたりする。ああ、あるあるというか、いますねそういう人。うん、逆ギレというのは未熟な人間がすることだ。そういう人は今まで逆ギレをすることで周囲に許してもらったと勘違いして生きてきてしまっていることが多い。確かに逆ギレするとその場では相手は、分かった分かった、こっちも悪かったよみたいに優しくしてくれることもあるが、それは許してくれたのではなく、諦めて縁を切ったというのが真実だったりする。ふむふむ。人は心の中で絶縁を決めると、その相手に優しく接することができる。もう自分と関係のない他人だと思うから厳しくすることすらないんだ。なるほど。それを優しく接してもらっていると勘違いして逆ギレを繰り返していると、そのうち周りには誰もいなくなる。そして何百回何千回と逆ギレするたびに、表情筋の働きによって醜いシワが顔に刻まれていき、ブスになっていく。ブスに。でも確かに中高年以上の人を見てると、優しい人って顔も優しい感じするし、犯罪でニュースに出てくるような悪い人って見た目から悪い顔してたりしますもんね。ああ、だからモテたいなら逆ギレには要注意だ。次は、傷つくのを先送りしないだな。
これは恋愛に限らないが、自分が傷つくことから逃げ続けていると、ある時まとめてドカンと降りかかってくる。傷つきたくないからと先送りし続ければし続けるほど、大きく傷つく原因が雪だるま式に大きくなっていくんだ。ふむふむ。例えば好きな相手がいて付き合ってほしいと伝えたいけど、もし断られて傷つくのが嫌だからと逃げ続けていると、ある日突然、私実はある人に告白されて付き合うことにしたのとか聞かされることになる。それはきつい。もともとが仲のいい友人で結婚式に出席してくれるとか招待されることになったら悲惨だぞ。ぐぬぬぬ。そうやって傷つきたくなくて先送りしたはずが、より大きく傷つくことになるケースというのは少なくない。この世の中というのは、もたもたしている人にはチャンスが巡ってこないようになっている。仕事でも恋愛でも先送りすればするほどに望みは叶わなくなる。だからこそ傷つくことを恐れないことだ。傷つくことを恐れないか。うん、全く傷つかない人生なんてありえない。だからこそ傷つくのを先送りにせずに、今この場で傷つく勇気を持つのが大事なんだ。そうか、わかりました。最後は人前でスマホを見せないとモテるだな。最後にモテるための簡単なテクニックを一つ教えてやろう。おお、お願いします。それは大切な人と会うときはスマホの電源をオフにしておいたり、サイレントにしてカバンにしまっておくことだ。え、スマホなんでダメなんですか？うん、お前はデート中や食事中に相手がチラチラスマホを見ているとどう感じる？そうですね。まあ俺との会話に集中してくれてないなと思いながら、自分もスマホをいじり出したりしますかね。そうだろう。どうしてもスマホが手元にあると着信したり LINE が入ってくるたびに意識を持っていかれる。それは結局目の前の相手に集中できていないということで、当然相手にもそれは伝わる。なるほど。これは実は恋愛だけじゃなくビジネスにも当てはまる話だ。実際筆者がビジネスでうまくいき始めたきっかけが、1対1で人と話す際に携帯の電源をオフにしておくことだったそうだ。そうなのか。今目の前で話している相手との会話や時間を大切にする。こんな当たり前のことだが、多くの現代人はそれができなくなっている。確かに毎日スマホに意識持ってかれてますもんね。反省します。ああ、そうやって全意識を目の前の相手に集中するだけで、相手を大切に思う気持ちがちゃんと伝わってモテ始めるはずだ。勉強になります。まとめだな。元気になるには人を好きになるしかない。自信がないからといって自分から先に嫌わない。沈黙を恐れて無理に喋らない。口下手はいいが聞き下手はアウト。振られてももう一度告白したらいい。逆ギレしてるとブスになる。傷つくのを先送りしない。人前でスマホを見せないとモテるだな。なんか今日の授業を受けてみて、自分がモテないのにはちゃんと原因があったんだなと反省しました。逆ギレはさすがに滅多にしないですけど、それ以外ほとんどダメな例に当てはまってた気がします。まあ今日気づけたならいいじゃないか。はい、特に自分に自信がないからって最初から壁を作ってたらダメなんだなって思いました。ああ、どうせ嫌われるとか、どうせ相手にしてもらえないなんてのは、実際その相手と話してみないとわからない。変な被害妄想にとらわれずに、話したい相手とは積極的に関わっていくといいだろう。ただし自分のことばかり喋りすぎるのは NG だぞ。はい、相手の話をちゃんと聞くのが大事ですね。そういうことだ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。